休み明けの前走が重め残りの印象でした。この中間は太め解消を目指して25日には立東のシーウッドコースで7ハロンからアーセーマを完行、直前もハンドでアーセーマ、そして共にしっかり追われてきました。最終追い切りにはとても前向きな走りは好感持てますし、この一追いで絞れてくれば前進する可能性は十分考えられると思います。大井では昨年ジャパンダートダービーを制覇、予定のかかる今の馬場もマッチしそうです。10月12日、19日、25日と松山騎手が騎乗して追い切りを行いました。25日のアーセーマでは推進力のある走りで楽々好タイムをマーク、30日のハンドでは調整程度でしたが加速ラップを刻んでラスト1ハロンは12秒台、動きにも力強さがあり手応えの良さも目を引きます。帝王賞以来の実戦となりますが仕上がりに関しての不安は全くないと判断できます。10月25日は藤岡幸太騎手を背に長めから追走する形でビシッと追われてきました。31日の追い切りでは姉妹重点でしたがすがる動きを披露してリズムよく足を運んでいる姿も好感が持てます。休み明けだった前走を使って状態面は上向きですね。昨年は佐賀記念、白山大賞典と地方のダート重賞を2勝、連覇を目指した今年の白山大賞典では4着に終わりましたが内容はあったと思います。初めての追いコースになりますが若くのある馬なので今の時計のかかる砂も対応できるはずです。10月18日、25日とレースで初コンビとなる菅浦明騎手が騎乗して追い切りを行ってきました。これまでの調整過程からビシビシ攻め込まなくても仕上がるタイプで中間もコンスタントにタイムを出しています。31日の最終追い切りではスムーズな加速で気合の乗った姿は好感が持てます。体も引き締まって映りますし雰囲気自体はとても良さそうですね。現在地方のダート重賞で3連勝中、初めての多いコース、時計のかかる馬場への対応は鍵となりますが、勢いは見逃せない一頭です。前開催終了後に大井競馬場では砂の入れ替えが行われました。これまでよりレース、追い切りともに時計はかかっています。それを考慮すれば、直線インコースを通っていたとはいえ、上がり36秒台の時計は優秀です。活気も感じられますし、状態面に関しての不安はないですね。3歳馬での挑戦になりますが、今年は京浜杯を勝利、自身の素足は繰り出せる体勢にあるので、前崩れの展開になれば出番があるかもしれません。立東のシーウッドコースとハンドで10月初旬からタイムを出し始めて、合わせまで入念な調整です。10月25日は一旦遅れかけて盛り返す足は見せましたが、正直帝王賞の追い切りと比べると若干物足りなさもあります。ただ最終追い切りだった29日のハンドでは実に軽快なフットワーク、この一追いで変わってきそうな感触が十分感じられます。今年は大井での JBC、 この馬にとってはとても追い風になりそうですね。金走と同様に最終追い切りは姉妹11秒台で追ってスイッチを入れる形です。10月26日にも長めからアーセーマを行い姉妹は11秒台をマーク、このレースに向けてかなり意欲の伝わる攻め内容だと思います。前走の小倉戦は勝ち時計も優秀でしたし、地方のダートは初参戦、加えて時計のかかる馬場、いろいろ未知なところはありますが500キロ超えの大型馬で対応可能と見ています。鞍上にはモレイラ騎手、鞍上込みで侮れない存在になると思います。10月26日、30日とミユキ騎手が騎乗して追い切りました。10月26日に長めからしっかり攻めてきたので10月30日は馬なりで姉妹重点、久々だった前走を使って動きにすがさは出ていますし状態アップが見込める内容といえます。ここ2戦結果は出ていませんが、昨年は浦和記念を勝利、大井コースは初めてになりますが地方のダートに変わるのはプラスと見ていい一頭だと思います。